四日市駅。四日市駅は、三重県四日市市本町にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物関西本線の駅である。本港では、伊勢電気鉄道、後の近鉄名古屋線が、かつて設置していた四日市駅についても記述する。市名を監視四日市市の代表駅であるが、東駅から1キロメートルほど西側の、 近鉄四日市駅が所在し、乗車人員数は近鉄四日市駅の約8分の1である。当駅は工場群が立地する臨海部に位置している。市街地中心部とは近鉄四日市駅からよりも離れているものの、四日市市役所は両駅の間に所在し、やや当駅寄りに位置する。駅東方の四日市港まで日本貨物鉄道管轄の側線、 通称、四海地高線 2.5km が伸びている。途中の千歳運河には、国の重要文化財であり、現役唯一の稼働鉄道橋の末広橋梁がある。また、東駅より、潮浜駅までは、関西本線貨物支線が伸びている。東駅には、関西本線の列車のほか、河原田駅を起点とする伊勢鉄道伊勢線の列車も、乗り入れる。伊勢鉄道では、 駅番号を導入しており、起点の河原田駅を3としているため、当駅は事実上駅番号1である。事務官コードは53万812を使用している。かつて、伊勢電気鉄道線、後近鉄名古屋線が国鉄駅に隣接して、四日市駅を設置して、接続駅になっていた。後に、四日市駅西口前の四日市駅まで路線を、 伸ばしていた三駅道より、四日市諏訪間の線路時期を譲り受けして、食わない路線を延伸した。しかし、全光事カーブをはじめとする究極線の解消、短絡を目的とした経路変更を1956年、昭和31年にて、国鉄併設駅は廃止し、西側の諏訪駅近傍に、近鉄四日市駅を建設した。また、 開業以来関西鉄道の車両工場を併設していたが、1924年、大正13年に名古屋駅付近に移転し、現在は JR 東海名古屋工場、JR 貨物名古屋車両所となっている。島式ホーム一面三線を持つ地上駅である。二番線の南方約50メートル先を切り欠き、三番線としている。三番線は、 伊勢鉄道直通の普通列車、当駅始発のみが使用し、河川はない。ホームと駅舎は、湖泉橋で連絡している。駅構内、駅舎は広大であるが今では使われず閉鎖されている、区画が多い。また、湖泉橋にエレベーターやエスカレーターの設備がないなど、バリアフリー対策が遅れていたが、2015年、平成27年3月7日に、 エレベーターの供用が開始された。また、同時に、すべてのホームに列車到着案内表示器が導入された。トイレは、駅舎南側に設置されている。深夜時間帯に加えて、昼間でも短時間ではあるが JR 全線切符売り場や出発口が閉まっている時間帯がある。なお、2012年3月31日までは、平日、土曜の昼間は、 駅内にある JR 東海ツアーズでも、規定期間を含む JR 乗車券類が購入可能であった。自動券売機は深夜帯に使用停止となる。自動改札機は無人の時間帯があることから、扉なしの簡易型である。とかは、名古屋駅から当駅までが利用可能であり、亀山方面へは利用できない。コンテナホームは4面、コンテナ200線は7線ある。ホームは、 駅舎に近い側から島式一面二線、単式一面一線、島式一面二線、単式一面二線の順に配置されている。最も東側のホームは、海上コンテナ、大型コンテナ専用で、ホームに近い200線も舗装されている。なお、駅舎に最も近いホームは使用されておらずコンテナ置き場となっている。このホームの北端に、 営業窓口の JR 貨物四日市営業所がある。校内には複数の留置線と2本の研修線があり、研修庫が1棟設置されている。この研修庫では、四日市周辺で運用されるコンテナ車や、石油輸送用タンク車、炭酸カルシウム輸送用ホッパ車などの点検を行っている。石油輸送用タンク車の常備駅にも指定されており、当駅と 塩浜駅で分担して配置されている。駅構内北端からは、コスモ石油専用線が分岐し、本線東側に沿って北上する。専用線の終端サンタキ付近に、同社四日市製油所のタンク車用石油二役線が4本あり、石油製品の積み込みが行われている。二役を終えたタンク車は、JR 貨物のディーゼル機関車により発送される。 空車の受け取りは日本通運が保有する小型ディーゼル機関車が行う。駅構内南端からは旧四日市港駅へ向かう側線が分岐する。前述の末広橋梁の先にある着発線は北側で再度分岐し太平洋セメント専用線が接続する。専用線の終端には太平洋セメント藤原工場四日市出荷センターのセメントに約設備があり。 入れ替え作業は、太平洋セメントが保有するディーゼル機関車が行う。四日市駅は、コンテナ貨物とシャーツ海貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は、JR 規格の12フィート20フィート30フィートコンテナ、ISO 規格の20フィート40フィート、海上コンテナを取り扱っている。主な輸送品目は、化学薬品、食品、清涼飲料水などである。 また産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナも発着している。シャー貨物はコスモ石油専用船のガソリン、重油などの石油類、太平洋セメント専用船のセメントを取り扱っている。石油類は当駅からタンク車で南松本駅、日本オイルターミナル、松本営業所へ発送される。セメントは 太平洋セメント藤原工場で生産され、三義鉄道東藤原駅から東駅まで輸送される。太平洋セメント専用線では、骨材も取り扱っていたが、2012年2月29日を最後に輸送を終了した。以下は2014年3月改正時点の設定である。三重県統計書によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。 2015年度の発送貨物は563,495トン、到着貨物は938,958トンであった。西側には街路樹のある中央通りがあり、東側は四日市コンビナートの一体となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。